行く撮影現場レポート。イエーイ。神木さん。はい。お疲れ。神木でーす。僕は大人になったら俳優を続けながら監督をやるという夢があるんですが、はい、神木さんは子供の頃の夢は何でしたか？僕は子供の頃の夢はずっと俳優さんになりたいって言ってました。で、取材とかで夢は何かあるって言われて俳優さんって言ったらもうなってるじゃんって言われちゃって、うん、そっから夢はありませんなってるじゃん、え、じゃあどうしようってなって、大人になってからそれこそなんか監督してみたいなとか、うん、なんかいろんなことやってみたいなっていうなんか目標はできたり、やりたいことが増えてった感じ。いやでも絶対できるよ、監督と。ありがとうございます。俳優業は垣根ないから、もう誰が何してもいいから、絶対いろんなこと挑戦した方がいいと思います。ありがとうございます。万太郎を演じて植物が最強だなと思いました、はい、僕は。確かに。神木さんが思う最強なものって何ですか？最強なもの、それは、はい、ノリです。ノリ、勢い。なるほど。すごい大事。あの、物じゃないんだけど全然、やっぱ今回めちゃくちゃ僕は方言大変だなって思ったり、言えるかな、間違えたらどうしようとか。だけどもうノリだよね、もう勢いで、もうとりあえず間違えたら間違えたでしょうがない、もうとりあえずもう行ってみるしかないっていう、その勇気とかっていうのはすごい大事だなと思ったんで、僕はそのモチベーションとか、まあメンタル面でのノリっていうのは、うん、大事なのかなと思います。僕もぜひ参考にしてください。もうね、やったもん勝ちだから。やったもん勝ち。やったもん勝ち。もう間違えても大丈夫。もう全然全然。もうでも全然取り返せる。もう全然痛くない痛くない。ありがとうございました。いえ、どうもこちらこそありがとうございます。以上、万太郎が行く撮影現場レポート。来週からは神木さん、レポーターよろしくお願いします。受け取りました。いただきます。さあ、ビシバシやっていきますよ。僕がマイク持ったからには皆さん覚悟をしておいてくださいね。まずは誰行こうかな。シソンジュン。